おかえり、春樹。何でも教えてあげますよ。弥生にも勉強教えてあげようとしたのですが。姉貴は教え下手だからな。春樹は勉強は悪いけど。仕方ねえな。うん、ただいま。おかえり、弥生。おいおい、一緒に頑張った仲じゃねえか。見せろって、あ、結果を見ようとしたら。仲良くしなさいと言い過ぎた。今日は遅かったのね。女の匂いかしら。は？ここ。って何言ってんだ。相変わらずブラコンだな。ねえ。こいつはクラスメートの氷室だ。舞、妹の鈴香。ユウ、あんた妹さんいたの？え、あ、舞、ユウ。仲良さそうな。あの。あ、おかの鈴香。あれ、鈴香。この女性を二人きりにはできないので。今日はありがとうございますから、お兄ちゃんも応援してくださいね。実に美しい人ですね。鈴香、大きかったです。やっぱりあれですか、そもそも。そんなつもりはないけど。いいえ、ケイトということで一緒にいる時間が多いのに、それに加えてちゃんとずっと一緒にいたいのに。私だって。古谷くん、また同じクラスね。ホタル？妹さん？いけないよ、期待持たせたらかわいそうだよ。ホタル？いや、僕は別だ。でも軽々しく付き合うとか言えなくて。子供も私とのことそこまで考え。違うに決まってるでしょ。兄は真面目なんです。そうね、多分女だ。お兄ちゃんって。分かったよ。さてと、不用心だな。皆川裏かず悪女め、苦しめてくれるわ。そして二人は付き合ってるの？いいえ、私たちはただ。え、ホタル痛い。前に私だからまだなのよ。お兄ちゃん、この人ザレてる。そろそろ面会終了の。すみません、もう帰ります。兄さん、バカ、俺は病院でもみんな兄さんの噂してるんで、占ってみたら不吉な女の影が出たんで。じゃないですよね。いや違うけど。それより兄さん、一人じゃなかったんです。言ったが一人だとは言ってないぞ。もしかして。じゃあ本当にただのルームメイトなんですね。見たな、そんなこと男の僕がするはずないじゃないか。しますけど。あ、あれって美月の兄ちゃんだよ。知らない。あれ、みつき、それじゃね。あ、また明日。こんにちは、みつきちゃん。そうで、悪かったな。ペペタシ。ああ、それより悪いな。俺、音声したらいいのかよくわからなくってさ、知らん間に。お姉さんはいらっしゃるんですね。親父さんの、まさかあんな風になって帰ってくるなんて。え、なかったし。お待たせ。邪魔みたいだし、あとはお二人でどうぞ。ちょっと、もっとお兄ちゃんにアピールしなくちゃダメじゃん。焼き餅。シンクロしてるだけでしょ。もう妹キャラとしてはくて、デカツチ女に対抗してくれなきゃ。おぶってから。やらしい手で。さない、ユキナさんと。だからしてない。どうせ私は無理やりできちゃった。よろしくないですよ。だ、あ、ユキ姉に焼き餅焼いてるのか。ほら、荷物持つよ。聞くようになったんだ。ほら、貸してみ。感じ、まとりついて。これじゃまるで私がよりの気持ちが影響しちゃってるだけだって。どうした、いきなり機嫌悪くなってないか。何よ。ほら、これやるよ。お兄ちゃん、明け正しい妹がいい人ですか。なんだその質問は。妹だを極めないといけないんです。僕では、しょうこさんはお兄ちゃんにとって何なんですか。ナスロとハヤテに先を越されてしまいました。お兄ちゃん、ええ、楓も猫になりたいです。これ分からなくなるな。